はい、皆さんこんにちは、ニカミックスです。ブレイブリーセカンド、前回の続きからやっていきたいと思います。じゃあこのサブイベントですね、今回のジョブは何か、どこだ、ここかドイツだ、こいつか。まったく、ケーキ、さすがに4ホール目となり、あーいそ、それで わけで本日の予定としては、あらららら、こんなに酷使されてなわけ、え、あなたを臨時のフロー秘書ダンドリー、あ、え、めちゃくちゃだな。れで元気だけが取り得そうなあなた、え、はいはいはい、まぐ、人間誰でもさあ、パワフルって。っていうかあんた、先ほどのお方はイスタンタール教育学部長マルナゲータ・マカシタさん、そして私はその秘書。はあ、イスタンタールだったらユー知らないのか。このフローウェルにおいて教育に関わる。よっ、グッドグレイ、さすが。まあ、我がイスタンタール学部会ではこのフローウェルに現地における住民の学問に対する熱意や教育、ああ、一度、そうですね、進学園は男女共学がいいか、教学か別々か、まあ教学の方がいいだろう。昨日該当員教学賛成派10人、どちらとも言えないのか、40人もいるのかよ。圧倒的に無関心、教学賛成派、それぞれのリーダーは話を聞く段取りがついて、ああ、かしこまりました。そこで反対派、男女別々の、まあとりあえず話を聞きに行きますか。上かな、そうすると。まあとりあえず何のジョブが手に入るかっすね、重要なのは。ほい、こいつか。男女共学、共学、なんだこりゃ。はい、ミニメのスカート、こんなところで時代、怪しすぎる時代は男女平等そうだそうだ、いやいやいや、怪しすぎだろ。男女共学、ええ、洗ってねえじゃん。体育教員か、来たわね、このヨレヨレじゃ。何よけ、プロエラ、男女平等、男と女はそ、着る服だ、見てみなさいよこのブラン、バカ野郎、そういうのはブランドって言わないの。とにかくどうせだったら男子校の敷地、そんなロマン、ロマン、いいや、ロマン、若い男女が互いを意識、そんな甘ず、え、これでイベント終わり？おお、怪しいやつに話しかけよう。ちょっといい？あんた。そう。はい、空挺騎士団に所属していました。すげえ、礼儀正しくなった。アラッテン・レイジャージって言います。ごめんね、その…そうすか。2年前、怪我をして空挺騎士団、千年ようやく、おお、教員免許、教員免許ってやつを、教員免許取るのって結構大変なんだぞ。それで、この方は現在フローウェルの教、すごいよっ、教、まあそれで男女共学、そうですね、おお、すごいね、一応理想はあるんだ。空挺、空挺、男も女もいつもいい、時には喧嘩したり殴るやつ、そんなにぎやかな学校、学園名も熱血不老学園って、ね、え、そりゃダメだろ。いいんじゃねえか、こいつなんか見たことあんな、よー、洗ってネイジャージ、あはは、イデアじゃねえか、え、
このエタルニア公国軍投資ベアリングアウト。ああそうだそうだ、こんなやついたな。文句のアスタリスク所持者当時、元は広告軍空手拳と拳の戦いを果たしている。文句はなぁ、なんかなぁ、いらないなぁ。おう、ところでお前ら相談に。結局よく分かんなかったのかよ。いいからいいから、俺様はいつでも、まあしばらくこの町に。さあイデア教育長、これでもう一つのジョブがわかるか。どこにいるんだ。ちょっとアイテムちょっとだけ探そう。ここら辺にありそうだな。ない、この奥。おお、キャッチミー。あとはどこだ。ないな。じゃあこいつに話しかけましょう。結局有名人じゃん。せっかく元子。いいわ、白状します。3年前私たち特務隊はせめてもの罪滅ぼしをしなければ。こいつあなたにもできる。1日わずか30分、血の滲むような努力で勉強をしたせ。クロウェルはこの自然と秩序、結構頑張ってんね、こいつも。お前のその熱意しかと。お、エイベリア、バルキリーじゃん。俺バルキリーにしよう。バルキリーのアスタリスク所持者バルキ、元は広告軍ブラッドローズ特務、イデアの姉弟子でもあり。あ、果たして何ですかこの人。そう、バルキリー、あんた決まっているだろ。はあ、またエインフェリオさん。うん、久しぶりだな。おお、部下の名前を覚えてないなんて失格だな、こいつ。私の部下であったものだな。はい、フロウェルのためにかつての部下であるお前の立派な行い、エインフェリオ様。ふむ、美しい自然と。はい、イデア様は現在フロウェル。いいえ、特にもう意見は。聖フロエンヌ女学園。女学園って、いや、だから女子校だからでしょ。清楚で凛として、是が非でもお前の理想。はい、いや残念ながら俺は何かと世話をかけるが、バルキリーが欲しいからお前を倒す。さて、イデ、さようで。丸投げた教育学よくよくおか、これだけで決めるのか。イデアも大変だな。じゃあちょっと行くか、一丁。あ、結構遠いな。でもなー、バルキリーだとなー、二刀流とか確かあんまり相性が良くなかった気がするんだけど。かといって文句もな、どうだったかな。まあ今のまま忍者が一番いいのかな。超強いし、こいつ忍者無双だよ、まさに。おい、ちょ、強い。マジでこいつら防御力なさすぎだろ。一発で超減るんだけど。ハイポーション、半分以上減ってるかんな。あ、ここがその遺跡だったのね、最初に来たダスク遺跡。まああの学園長、あ、またこれか。これを調べると、なるほど、左が開いて右が開くってことね。とりあえずアイテムをゲット、2000円。おい、ちょっとこれめんどくさいな。このいちいちガチャコーンってなるのがめんどくさい。左上にアイテムが見えたけど、あれ、こいつは硬そう。ほらほら、そんなことなかった。
こいつの手にかかれば全てが雑魚的だ。とりあえず行けるところを一旦行きましょう。で右の方にはアイテム、あ、これは先に進むな。またこいつらか。バラジー、一回はこれだけか。単純な仕掛けだったな。多分2階からもっと複雑になってくるんでしょう。神々の怒り、あれ、あ、めんどくさい、これまた開かないといけないんだ。お、水玉、あー効かない。うわーやばい、効かない、全然効かない。これ倒せない恐れがあるぞ。行きがけのラチンが発動しても、頼む、これで、おー、ギリギリだな。お、二刀流の心得。さてさてさて、これはどうするべきだ。一旦ここを開けるか。下が閉まって上が開くと。で宝箱をゲッチュー。エーテル。どういう仕掛けだ、これ誰が作ったんだ本当に。とんでもねえ仕掛けだな。で敵が出てきたから分かんなくなっちゃった。待って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 。とりあえずこのミノタウルスみたいなやつは攻撃して、ここだな、ようやく。ファイヤーでいいな、ファイヤーで。多分、待って待って待って、ファイヤーを連発と、これでいいはず。 OK、 強い。お、暴れた、危ねえ、全然効かねえし。マジかよこれ、強すぎだろ。ファイヤーでよかったのか。別に弱点ってわけじゃないな。倒せなかった。ホワイトウィンド、なんだ弱点、なんだ。一応見てみよう。サンダー、アクアだからブリザードでは絶対ないだろう。雷か、やっぱり。サンダー、間違えた。こいつはもういいや、サンダーでいいや、サンダーで。よし、オッケー。絶品チーズを持ってた。どっちが絶品チーズだったんだ。何これは。まずこっちを、月のマークだな。で宝箱を取ってから2500円、こっちを閉めると。なるほどね、単純な仕掛けだ。結構広いな。あ、またアクアランタンがいるよ。とりあえず あ、こうやればいいじゃん。で、サンダー、 OK、
水よけのダチン。あれなんで効くんだ、めっちゃ効くぞ。さっき全然効かなかったのに。別の敵なのか。あ、効かないな。攻撃が長すぎるどんだけ攻撃してんだこいつ。うわー、遅いな、やっぱクロマ同士は。どっちへ行けばいいんだ。こっちだ。ジェノワース、大丈夫か、宝箱に入ってるケーキなんて。どう考えても衛生面がよろしくないだろう。やっぱりな、すげえ複雑になってる。とりあえずこっち行って、どこが開くんだこれで。この黄色、あー敵が出てきちゃった。また出てきたよ。待って待って待って、サンダーだな。プリザラ、痛い。こいつが全然効かないんだよな。やっぱり属性か。効かない割に長いっていうね。このスイッチで、あっちが開いたな。で、こっちが閉まったな。先に緑を押しといた方が良かったかな。なかなか複雑。あー、緑。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これで開いて、多分あっちが閉まっちゃうんだろうな、緑押すと。で、緑。え、全然違ったし。右が閉まった。あ、同じ月か。微妙に見えるな、印が。北極の風。これ一回閉めよう。宝箱のところも開けとく必要はないから。で、あとは、ここももう開けとく必要ないな。左を開けて、これは攻撃で十分だ。リピート。よしよしよし。あ、ここも宝箱というかアイテムが落っこってる。で、ここも開けとこう。あ、なんだ、これで十分じゃん。で、宝箱も取りつつ先に進めると。うわ、ランタンが2匹いる。ちょっと待って、まずマグノリアでゼウスの怒りを使おう。2回。で、こいつはサンダーでいいな。よし、 OK、 これで完璧。バラージ。オッケー。効率がいい。サンダーも4回使うともうマジックパー40だからな、それだけで。これマジックパーの消費半分くらいでもよかったんじゃないのか。名工グラブ。なんだそれ。あ、命中が上がる。でもなー。あれ、こいつ。あ、そうだ、入手金額アップつけてるんだ。
フォークアイつけたかったけどな。ただやっぱりお金はな、大切だからな。さっきと同じパターンにしよう。ゼウスの怒りを2個使って、あれ3個使っちゃおうか。で、サンダー OK、 バラージいいね。バラージ強い。これで倒せんじゃん。倒せなかったか。下なんか怒ってる？怒ってない。この宝箱で回収完了。万能薬。こいつこんなところに何の用があるんだよ。そもそもこれ超複雑なんだけど。こっち開けちゃったけどいいのかな。何？宝箱がある。先にこいつを回収しよう。光のカーテン、なんだ、リフレクか。なんかとりあえず奥には行けるようになったけど、ダークスタンプで、こいつはサンダーと。お、息がけのダチン。息がけのダチンは別のやつを攻撃するのはなんか知んないけど。こいつも役には立たないな。ダメージが通らない。痛い。ちょっとそろそろ回復させるか。ハイポーションの出番だ。で、ここのアイテムをゲット。アースボウ、麻痺か。ここもいいんじゃん。おー、よしよしよし。これで左が開いたな。ん？開いてないな。ここを開けないといけないのか。あれ？ここはなんだ？そうすると。このランタンがやっぱりめんどくさい。このダークスタンプを倒して、一撃がな、なんであいつに当たるんだ。いや、ミノタウルス狙いよ。超強え。こいつの攻撃はもういいんだけど、カットしたい。いや、息がけとか発動しなくていいかな。一定500か、食らうなやっぱり。え、左はアイテムだけ。落ちてるアイテム。おお、980円。いいね、お金が落っこってるって素晴らしい世界だよ。あれ、あとアイテム1個あるけど、どこにも見当たらないぞ。え、どこだ本当に。あ、こっち行ける。天使の弓。今弓使いいないからな。お、ミノタウロス。こいつらはもう攻撃で一緒。お、サンダーでいいや。
防御力超弱えな。超戦いやすい。よーし、オッケー。この先は危険？おー、危険ですね。テントで休みましょう。ねえ、イデア。で、セーブと。オッケー。で、ボス戦だから、ボス戦はちょっとお金はいいかな。攻撃をちょっと増やしましょう。行きがけのダチンだから、バラージつけて物理 20% アップ。そしてなんかあるかな、攻撃アイテム強化か。一応持っとくか、こいつ。お、出てきた。ちょっと待って、ちょっと待って。アビリティホークアイ、バラージ、生きがけ、三刀流。こいつは完璧だな。イデアはもう索敵と未来予知がいらないな。ラーニングもいらないっちゃいらないな、ボス戦の場合は。攻撃アイテムっていうよりはリカバリー、魔法防御 20% アップ。魔法防御って感じでもないしな。つけるもんがない。じゃあこれでいいや。ティズは最初からウルフ。これもいいな、これで。じゃあこれでいきましょう。私ではなく教育学部長に。すいません。素晴らしい、まさにルクセンダルクイッシャン第3867番目の登録校。さようでございます。世界中の史跡という文化財的にも商業的にも、もうその第3860。はいはいはい。あら、忘れたのかよ。先頃フローエルの教育。あら、で、そうそう。あれ、どっちがどっちだ。エインフェリアと戦うから、新学園は戦うから、その女子校にすりゃいいんでしょ。イデア、分かってるな。イデア、君の報告によって殴り込んでくる人って。これは別々にすべきじゃなくて、共学にすべきってやるとエインフェリアが殴り込んでくる。 OK、 これだ。フローエルの進学園は、そうだ、共学だ。男女き、フローエルはせっかく男女平等の方、言ってることはもっともだな。秩序、意義あり、教育長、イデアリー。まだ喋ってんのに。私の元部下の情熱を踏みにじり、フローエルの空気を乱す教育長ってことでいいんだな、ノスカ。戦闘に勝利するとバルキリーのアスタリスクが手に入ります。モンクのアスタリスクは手に入りません。バルキリーでいいだろう。槍による全体攻撃。モンク、対マン勝負が得意なゴーアンアダッカー。強そうだな。ただ強力な単体攻撃を叩き込むのが得意。もういいや、めんどくさいし。エインフェリア、お前を倒す。何よ。ああ、もううまいには負けん。あれ、あいつもいるんだ。なるほどね。じゃあちょっとサクッと倒しますか。ボムの右腕。でこいつは神々の怒りを使って、イデアは北極の風で、こいつも北極の風と。オッケー、2250。いって、杖、神々の怒りを思い知れ。北極の風、倒せなかったか。マジか。北極の風もう一個なかったっけ。ない、ないってことは光のカーテンって何。魔法反射、やっぱリフレクか。
エインフェリアが今動けないから攻撃しようで、イデアちょっとブレイブ使ってでも黒魔法使おうかな、じゃなくて白魔法使おうかなと思ったけど、いいや、ミニーメ、これでミニーメを倒せればバンバンザイだけど、オラ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 、よし、ソウルハント攻撃力が上がってる、マジか、回復。6ターン回避率を上げる、これいいな、使っとこう。で、こいつもちょっとこれなんて読むの、うつせみ回避してケアルダを全員にかけて、こいつどうしよっかな、まあウルグファングでいくか、いやガードしとこう。ドドドドドン、痛い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 、よしよしよし、キャラだ、回復が間に合わない、デフォルトデフォルトデフォルト回復デフォルトとジャンプ、よしガードしよう、うわつげえ全然回避できないし、しかも必殺技使おう、こいつはまあ攻撃力かで、ブレイブかけてケアルダ、ケアルダ全員ブレイブブレイブブレイブ、ウルフファング、バイソンホーン、ウルフファング、バイソンホーンと、オッケー、オラオラだ、やばい硬い、バナージー、いけ、めっちゃクリティカル出んな、よし、おら、つえつえ、マジつえ、さあ、行きますよ、セーバーに1300、まあそこそこだな、よし、行きかけ、こちらも来たー、遅かったか、あと攻撃、あれ調べてないからヒットポイントがわからない、とりあえず回復させよう、デフォルト、フェニックスの、お、キャラだ、よし、どうしよう、これちょっともういいや、やろう、お前を殺す、これで倒せなかったら終わり、人生の終わり、一応もう攻撃に入ろう、こいつもサンダラ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 で、戦技ウルフバイソン、ウルフバイソン、よし、おらおらおら、いけいけいけ、行きがけ発動、クリティカル3連続、行きがけ発動、よしよし、よくやった強いマジ強いうんうんうん、エクスポーション、バルキリーか、クレッセントムーンがな、強いんだけどな、両手持ちを持ってないからな、ジャンプ、ここは撤退せねばなるまい、物どもって何、あいつはジャンプできないんだね、お、男が来た、あの、あら、ですから、思い出した、あなたの意見素晴らしい、こいつの意見じゃないけどね、私か、あなたの提唱する、え、あ、きょ、俺、あ、いや、私、
男も女もあんなのどうだって。俺はやっぱ夕焼けは熱血情熱、夕焼けフローが。なんだそりゃ。どうしたの？イデアの提言で新うん、あのミニーメって人の理念にも毎度毎度だけど、毎度毎度だね。私の判断、そうだな、どっちが正しいとかないんだよ。ダメだダメだ。あらあら、さようでござる。まずは学園名な。あら、入学を希望する男性。はい、そうなんだ。よし帰ろう。とりあえずテレポストーン。宝箱も全部回収したしな。じゃあちょっとバルキリーを見ましょう。バルキリー、バルキリー、クレッセントムーン、ジャンプ、槍の心得、ソウルハントは仲間が死んだ時に攻撃力が上がるってやつでしょ。セレクションって何？攻撃対象がデフォルトしても与えるダメージが低下しない。いいねそれ。ハイジャンプ、うん、槍の装備時 1.5 倍、 BP 技強化、スーパージャンプ、あれジャンプが3つある。ハイジャンプ、スーパージャンプ、2単語か。とりあえず今はいいかな。はい、というところで、バルキリーのジョブを手に入れたところで、今回はこれで終了したいと思います。